信濃の地で武田軍を破った。武田騎馬隊を関風なきまでに叩き潰した。信長の次の狙いは包囲網を最後の一角である西下州。各地の軍勢を大動員し、西下州の本拠紀伊へ攻めた。変わろうとしないものを根絶やしにするために。そして己に背き切らぬものを撫で斬りにするために。一方紀伊の後輩にあたる大和の新三条では、上州松永久秀が不穏な沈黙を保っていた。 織田の将奇襲征伐、地獄の開幕。信長様、先陣はお任せよ。 また信長は無防備に背中を預けておる。この我が輩にだ。震えるかよ久秀、天下の大悪党が。これが全ての始まりになろうというのによ。 すべて絶やせ。ここは絶対に倒産。この征伐には織田の主力が参戦して、戦力の大幅低下は避けねばならない。他県も虎視眈々と隙をうかがってるし。 5人以上将がやられたら厳しいかな。松永久秀、紀伊三条にて守りを固めそうろう。織田の面々、背後はお任せあれ。 Nanenjane!
秀吉、これがお前らの織田のやり方かよ。あなたに服を呼んであげるわ。なぜいいぞ。これが信長様の本気か。すげえな。入るか。身のほど知らずめ。そこ楽しんでもらわねば。意味なく田畑を燃やすのは感心しないな。
民の反感を買ってしまうね。長台詞の割に言うことが実につまらん。ほれ、今のうちに信長の首を取ってしまえ。ここに滅した。ここは引かせてもらうわ。槍のまたざた、俺のことよ。天下無双、あらがうなど無価値。敵将、ここに滅した。救援来い。戦力を見やや。片付けのを存じまする。偉い人は動かざること山のごとしが基本だよ。最下孫一捕らえたか。即刻処刑せよ。やめんじゃねえ。はは、離せ。よし、秀吉。余裕は日頃から松永殿に迫るな。この一戦一代の大舞台見届けないとね。私を止めに来たのですか。ご苦労様ですが、策はほとんど完成しています。救援来い。救援要請したい。兵は神速を抱き取る。敵なのは見事です。毛利の軍師も奥宮に回り込むよ。本陣の警戒、怠らないようにね。事前に教えていただいたおかげで奇襲にも落ち着いて対処できます。笑って出直してきな。無念じゃ。
救援コール救援要請したい菅ですね。さあさあ、織田の面々進まれよ。我が輩の物語はまだまだ続くぞ。開門。天下の大役人のみか信長、我が輩の運命の終局見届けよ。開門。信長様、お待ちください。罠があるやもしれません。演技通せ。信長。
過酷な死に方死ぬぞ。実にお見事、松永久秀、天守にてお待ち申し上げる。開門。
信長様の命令じゃ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個、代償にもらってやる。断る。この茶釜も、運命も、我が輩のものだ。マホイチ、わしは決めたわ。背ききれぬか、ムカチ。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。わしはこの世界を変える。お家様が前田家当主になられてから、前田家は繁栄。いやあ、刑事などとは大違いでございますな。さようさよう。刑事など戦はちっと強いかもしれんが、所詮は風来の奇人変人、利家様に比べれば。やめろ。俺と刑事比べんのはやめてくれ。そういうのあんまうまくさばけねえんだ。刑事は戦じゃ俺より強い、圧倒的だ。何より、やつは見えすぎた世辞を言われやしねえ。誰がどう見たって俺より当主の器だ。君だ、今度刑事に会ったら当主譲っちまおう。おじご、柄にもなく考え事かい。やめときなよ。考えたって答えなんぞ出やしねえ。刑事、てめえ、なんだ。何、関東攻略任せられた滝川叔父から頼まれてな。しばらく滝川叔父の下で関東で戦うんで、別れの挨拶さ。何、俺はちょっとほっとしまってんだよ。これで刑事と比べられなくなるって、それじゃ。武田、真田、北条、喧嘩しがいのある武者も多いぜ。少し寂しくなるが、達者でな、おじご。刑事、もし滝川殿が大負けしてよ、行くあてに困ったらいつでも、いや、絶対に前田家に戻ってくんだぞ。いや、別に滝川殿が負けるって思っちゃいねえ。その万が一だな、俺。ありがとよ、おじご。